どうも、エルです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス、やっていきたいと思います。さあ、前回、フックショットがゲットできたんでね。まあ、それから、やっと本格的にダンジョン攻略をするといった流れだね。やっていこう。まあ、これでだいぶ移動が楽になるんじゃないかな、皇帝さんのところとかね。あとは、試してないのが敵に当てたらどうなるか。意外とあいつのシールド剥げたりしてね。あっ、かわいそう。かけたりしてねって言って全くまんまだったな。おいおい、いてぃ、めんどくさいのは変わりない。結構新武器多いね。めちゃくちゃ楽しいけど、それが戻る感じか。お、はい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 、流れてきた流れてきた。たまたま見つかったね。ラッキーラッキー、そういうのはラッキーだね。いいぞいいぞ。さあ、こっから。これ、いや、普通に乗って、あーですよね。ですよね。これ爆弾付け替えしんどいな。しんどいな。しかもちゃんと失ってるからね。ほぼ見えないんだよな。ああ、一応倒せるね。よし、10個。ってことは、壊す系はない。あそこ絶対お宝あるよね。あるよね、ここはね。ねえな。ねえのかよ。ただただ画面が見づらい。あ、あったわ。結果あったわ。爆弾？あ、ルピーか。まあでもルピーね、意外と使うんだろうな、こっから。あー、でも、降りれないと。これ、下。攻略先かなぁ。横横横横横横。うい、ゲイ。でも、水が流れてきてないと。
た来た。どっちかっていうとアメンボの敵がこいつの見た目っぽいけどね、あの戦法的にはね。おお、ダメか。おー、あー、はい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 。ちゅうことは、あー、沈むね、完璧に沈むね。でも乗れないんだな。乗ってくれ。ああ、よかったよかった。あるじゃんあるじゃん。ぐるーっと回して、ああ、ちょっと待って、ああ、こういうことできるんだ。ちゃんと話してればね。ああ、なるほどね。ちょっとフェイント的なことできるんだね。あ、ってことはお前さ、もしかしてさ、ほらー、えい、でもそうだね、どっちみちあのスライムは吹っ飛ぶから関係ないんだ。あー、でこっちか。そうだね、水水ないもんな。あっち結局行けないのよね。あじゃあここをどうにかしないとダメってことか。あるもんね。あー、これ多分一つ下かな。下の方攻略してこっちっぽいね。はい、逃げる。はい、戻ってきた。あったー。あー、見落としてた。いやー、見落としてたな。もうシンプルだったね。シンプルだったなぁ。難しく考えすぎたね。あ、いいお家。さて。そうだよね。あれ、踏む前に、フックショットすればお宝が取れるっていう感じよね。ってことは反対側も取り行かないといけないのか。はい、これで、爆弾を振る。遠すぎた。はい。ごまだれー。よし。ここね、だよね。反対側あるよね。うわ、めっちゃ2階あるじゃん。あー、これ取ってないやつか。1階あそこ、ここ行けてないのよね。で、V2 にボスがいると。あー、水中戦だろうね。でもあの、地下の行き方全然わかんねえんだよな。さ、泣かされよう。だった。
あれ敵なんだなあいつら。ほい。さあこれで問題なし。あかわいそうやったな今の。これなんだろうね。あーそれが乗れるってわけでもないんだね。ボス戦やっぱクローショット使うんかな今回ね。どっちから。左って、あー左二つあんのか。いや先こっち行ってみよう。左側に戻ろうかその後ね。はい、オッケー。さあ何ゼリー。赤チュチュゼリー。赤なんだ。オレンジにしか見えなかったけど。さあ来たよー。15個もういりません。そうだね、結局宝ほとんど爆弾なんだよなそこなんだよな。ほとんど爆弾っていうのが何とも言えんな。こっち。妖精はさすがに出ないか。まあまあまあ赤薬あるだけいいか、まあ、よくあの赤チュチュゼリーを飲もうと思ったよなと思うけど。あっ、ああやべえじゃん、もうトラウマ級じゃん。ほらー、はあこれ便利。それだったらこうだね。いや、違う。アイアンブーツをこうか。で、お宝もゲット。まあ、他いいんだよね。なんかボス戦は水中戦っぽいよね。アイアンブーツ使ってね。ああこの男からこう。でここが初めて動くと。画面が見えなさすぎて。まあ飛んで、ここはまあ行かなくていいとして、こっち。あ、落ちてもろて。あんまりね、倒す必要がないからね。
スライム落ちてくるかな。はい、20ルピーゲット。はい、開いた。スライムねー、マジで父はありがてえなで、下側回れるよう、回るから行けるようになったってことよね。これは通路が繋がっただけだもんね。ショートカットが作成できた。下行ける？あ、行けた行けた行けた。ちょっと待ってね、アイアンブーツがね、若干邪魔というか、配置が悪かったね。こう。いや、使わなくてもいいか。避けるしかないんだよね。もう上下戦法で行くしかない。やばいやばいやばい。危ない危ない。バカタレ。マジでバカタレ。いや普通に落とされるもんね。あら当たったらね。あんな耐えるはないだろうな、リンクに関して。さて。あ、ここに来て。ここに来て泳ぎか。もう下行って。いや、でもなんか音がするな、嫌な感じの。クラゲ？あー、でも一応フックショット水中で使えんのか。それ強いね。こうだな、とりあえず。なるほどね。水中爆弾、あいつ魚なんだね、一応ね。ちゃんとしたね。はい、マップが開いた。ミニマップ。あー、これがお宝か。んなことねかったな。おお、回ってきたね。ああ、
違うところに行けばお宝はあんのか。倒し方さえ覚えてしまえばね。ああ、お金マックスだ。ドン。ほう。あ、いけない。何ここ。とりあえずまだこっち側だね。なんかに使う部屋なんだろうね。あ、一旦戻ってきた。あー、あるわ。上、あんのね。いや、わからんわ。ほい。なるほど。ほい。ねえ、降りる。これどれくらい降りれるんだ？めちゃくちゃ長くね？おまだれー。ボス部屋行ける。ボス部屋行けるんだけどさ、ここ戻るのしんどいから。必殺おばあちゃん行こっか。おばあちゃん、外に出る。で、このままダンジョンに入れば OK だね。ここまで戻んの？マジか。でさ、アイテムランドさ、顔ってか、おばちゃんのところがさ、子供になってんだよな。これなかなかだな。よし。ボス部屋行きますか。ちょっと待った。それは取るよ。妖精は取るよ。絶対水中戦でしょ。めんどくさいと思うもん。ほら来たー。うわぁ、もう見るからに。見るからにやべえし、なんかうにょうにょしてるのいるし。オクタイール。マジか。あの目だな。じゃあ、そうなるよね。はい。ちょっと待って、これあれだな。アイアンブーツじゃねえな。どうやら目玉が大事らしいな。そうね、引っこ抜いてしまおうか。ただこのカメラワークがさ、めちゃくちゃ難しいんだよね。正直。これ横向かないのよ、なかなか。ほらい。あー、ダメか。あー、ボーム。
これな。これ単純にめんどくさいだけのボスじゃん。もうこれやから。頭どこや。ヒットアンドウェイ的な感じだね。今の当たってんの？今の当たってんの？うわー、やば。完全に射程外だったよ。マジで？ちょっと、もうちょっと操作性欲しいな。ああ、出てこい、もう。せこいやつやの。ああ、第二形態。背中ね。よし、わかった。多分やることは変わんないと思うから。やばいな、これ踊りもクソもないな、これ。あれ、ダメだね。なんも。あいつの背中見たから目玉ついてる。背中に引きだよね。やっぱ背中にしがみつきたいんだけど、フックショット使ってくれないのよ。ボタンを押してても。ダメダメ、あのね、これ爆弾あれだな。しがみつけないな。うん、しがみつけん。
マジで何がしてえのか分かんない。これいやマジで分からん。そもそも永遠と追いつけないし、フックショットも水中じゃ使えないし。やっと使えた。なんでマジでさっきまで一切使わせてくれなかったのに。いやマジでちょっとお願いしますよ。いや一番の敵はあれだな、操作性だな。うわー結構きつい。ほら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 、おおもう連打するしかねえ。ほら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 、一番マジで敵操作性だな。ほらこの野郎、はい、ねえねえ画面キャンセルされるからこれ動けないんだよな。はい、ほら待てこの野郎。おーこいつしんどい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 。ほらもうコントローラーが言うこと聞けばもうこっちのもんよ。もうこの野郎寝がした最後の影の結晶石、頭にそっくりだね、ついてるのがね。なんか関係あんのかな。約束通りにもらっていくぞ。悪く思うなよ、これは我々には必要なものなんだ。その代わり影の王様気取りのあの残土を倒してやる。奴の持つ魔力は偽りのもの。私がこれを使って証明してやるよ。じゃあ残党狩りになるのか。なあ、これで私の目的はおしまいだ。今まで連れ回して悪かったな。さあ、行こうか。因縁の相手って感じか。ハートの器を手に入れたと。これで1個増えたね。大変だった。単純に大変だった。なんだろうな、ずっとね、フックショットを押してんだけど、反応してくれなくてさ、それさえ反応あればね、もう問題ないからね。はい。ということで、今回ここまでとなります。まあ、次回はこのまま、そうだね、外に出て、残党を倒しに行くって感じかな。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。